皆さんこんにちは。今日はちょっと変わった QR コードのお話をします。えー、紙メディアから ICT クラウドに行くときに、えー、QR コード AR もう一つレトロという QR コードがあります。QR コードは URL を作るか YouTube をアップしないと生成できません。えー、無料で非常に簡便に使える優れたものだと思います。 AR というのもありますが、これはアプリが各社それぞれ違いますから、アプリを下ろしてもらうということがちょっと難儀なところがありますが、エンターテイメントに使うには非常に面白いツールだと思います。今回ご紹介するのはレトロという QR コードですが、もともとレトロというのは長い URL を数字に置き換えるという意味だったんですが、今は QR コードから直接 トトロのサイトに飛んできますここにご紹介するのは R の200、R の1000、2000とありますが R の200は月額2000円かかりますですけど10個の QR コードが生成できてその1つから20個の動画やウェブなどに登録がするちょっと今までと違った QR コードですこれは番号で登録してありますので 中身の200の200コンテンテツはいつでも直すことがでできますですけどそれはその R の200を持っている本人でしか変えることができませんのでお客様の情報をお預かりしてそこに入れ替えてあげるまた動画を撮影するというビジネスがそこに出てくると私は思っています。 レトロの今から事例をいくつかご紹介しますので、えー、一つずつご覧になって頂ければいいかと思います。